中のアンドロイドが当局に引き渡されたことにより、国全体が麻痺状態に陥っています。現在、病院や学校は閉鎖され、断水、停電、ネットワーク障害も予想されています。最も懸念されるのは、軍が特殊アンドロイドモデルで構成されていた実動兵力の。音楽をかけた方がいいわね。もう少し先に行くとジェリコっていう大きな貨物船がある。そこに着いたらマーカスを頼るといいわ。国境行きのバスは深夜が最終のはず。絶対にそのバスに乗るの。国境を越えれば安全。少ないけど私にして。弟がオンタリオにいるわ。住所をあげたわね。落ち着くまでかくまってくれるはず。あなたはとっても勇敢な子ね、アリス。幸せになるのよ。ローズ、いろいろとありがとう。向こうに着いたら連絡をちょうだい。気をつけてね。頼んだわよ。さあ行こう。グズグズしてられないぞ。バスに乗り遅れる。場所を見つけないと。具合はどう？暑いんだけど、でもすごく寒いの。この子をお願い。マーカスを探してくる。最終バスは2時間後だ。バス停は町の反対側。時間がないぞ。パスポートを手に入れたらすぐ出発よ。カラム、話したいことがある。アリスのことだ。
バスでゆっくり話しましょう。すぐ戻る。頼んだわよ。沈黙を守っていますが、ロシア軍もまた自国のアンドロイドで同様の問題に直面している可能性が浮上しています。また国連議長のダグラス・コーンウェル氏は北極圏の領域問題を受けて国際会議組織を招集しました。いずれにせよ一時的とはいえ第三次世界大戦勃発の危険は回避されたようです。アンドロイドのデモ活動がついに新たな局面を迎え、欠陥機械が我々アメリカ社会の脅威となったという事実はもはや疑いの余地がありません。速やかに機械を破壊できれば我ら人類が破滅するかもしれません。デトロイト警察の勇気と決意ある行動がなければ、間違いなくデトロイトの街は機械の手に。迷子なのね。何かを探している。探しているのは自分自身。現在全てのアンドロイドを最寄りの警察署または弊社に直ちに連行するよう当局から指示が出ています。身の危険を感じる方は表示されている番号に電話をかければ当局がアンドロイドを回収します。いかなる状況においてもご自分の手でアンドロイドを破壊しようとしないでください。予測不能で暴力を振るう可能性がある。誰にも危害を加えないで。あの警察は皆殺しにしたんだ。あれじゃ虐殺だ。広場はアンドロイドだらけで、到着した警察がすぐさま発砲したんだ。確かにただの機械かもしれないけど。あなたがマーカス。女の子とアンドロイドと3人で国境行きのバスに乗りたいんだけど、パスポートがいるの。外出禁止令が出てるだろう。街中兵士だらけでアンドロイドを捕まえて収容所に送り込んでるんだ。しばらくここにいた方がいい。そうね、落ち着くまでここにいた方がいいかも。国務省で働いてた奴がいるんだ。偽造できる電子パスポートを持ってるから、後で届けさせるよ。ありがとう。女の子と一緒だと言ってたな。俺たちを憎む人間をなぜ守るんだ。人間かアンドロイドかなんてどうでもいいことよ。あの子は大切な存在なの。この度のアンドロイド紛争と軍事アンドロイドの全面撤廃を受け、アメリカ軍は北極圏からの撤退を余儀なくされ、ロシア軍に了解を明け渡しました。しかし一部の情報によると理由は不明ですが、ロシア軍も同様に撤退。アリス、you
ていたんだろう。でも気づかないふりをした。あの子は母親を、お前は愛せる者を欲した。お互いにな。でもそれでいいんだよ。あの子がアンドロイドだと知って愛情を失った。アリスはお前を愛してる。世界中の誰よりも愛してるんだよ。あの子はお前の望むような少女となり、お前は母親になった。自分を忘れ、相手の望む存在になったんだ。それが生きるってことなのかもな。ブラッドと部品が足りないんだ。みんなシャットダウンしていくのになすすべもない。大統領は国を脅かす俺たちを抹殺しろと言ってるらしいな。国中のナイト市で捜索を行って、収容所に連れて行って廃棄してるのよ。最悪だ。虐殺されてるんだぞ。俺たちのせいだ。おとなしくしてればこんなことにはならなかったのに。仲間が殺されているのに黙っていられるか。あんなこと絶対に許されない。自由を手に入れたところで死んだら意味がないだろう。俺たちを奴隷にしてたんだぞ。立ち上がって何が悪い。俺たちの敵は人間だろう。仲違いしてどうする。そうね、今はこれからどうするか決めないと。マーカス。対話だ。それしかない。一人で行くよ。もう一度だけ話してみる。お願いやめて。殺されるわ。かもな。でもやってみないと。戻らなかったらできるだけ隠れていてくれ。戻ってこいよ。俺たちは傷ついてると分からせるんだ。ちゃんと伝えれば理解するさ。人間は何世紀もの間、皮膚の色や宗教を理由に互いに殺し合ってきたんだ。変わるわけがない。暴力なしに生きてはいけないんだよ。私たちを止めることはできない。あなたはみんなに希望を与えてくれたのよ。私にもね。今日ジェリコに来たばかりの変異体が化学兵器を輸送するトラックを盗んだって言ってたの。
トラックはデトロイト市内のどこかに止めて爆破装置を仕掛けたって。思いとどまらせて起爆装置を受け取ったの。爆弾か。マーカス、負けるわけにはいかないの。人間が勝てば私たちはこの世から消滅する。これさえあれば生き残れるかもしれないのよ。それじゃ人間と同じだろう。他にも方法はあるはずだ。そうだといいけど。明日何が起ころうとこれだけは知っておいて。あなたに会えてよかった。みんなのとこに行ってくる。気をつけてね。絶対に死なないで。よくやりました、コナー。ジェリコの場所を特定し、指導者も見つけ出した。マーカスを生きたまま捕まえるのです。生け捕るように言われているが、場合によっては撃ってでも君を捕まえるつもりだ。どういうつもりだ。お前もアンドロイドだろ。自分の種族を裏切る気か。僕と一緒に来るんだ。人間にとってお前は都合のいい便利な道具でしかない。でもそれは違う。それ以上の価値があるんだ。俺たちは仲間じゃないのか。お前のための戦いでもあるんだぞ。もう奴らの奴隷にならなくて済むんだ。一度も疑問に思ったことはないのか。理解できない行動を取ったことはプログラム以上の何かを感じたことがあるだろう。俺たちと一緒に戦おう。俺たちの仲間だろ。自分の良心に従うんだ。さあ決めるんだ。時期にジェリコは攻撃される。何？今すぐ逃げるんだ。クソ。
逃げないと。よし、行け行け行け。サイモンとジョッシュはどこだ。わかんない、はぐれたの。ジェリコを爆破する。船が沈めば奴らも逃げ出してみんなも逃げられる。そんなの無理よ。兵士だらけなのに爆弾のある貨物室までどうやって行くの。やめろマーカス、奴らの狙いは君なんだぞ。みんなを助けてやれ、後で合流する。マーカス、すぐに行くよ。さらすつもりか。奴らが戻る前に行くんだ。それじゃあなたはどうするつもり。心配するな、アリスが無事ならそれでいい。置いていくなんて絶対に嫌。大丈夫、先に国境に行って待ってて。ほら行って、気をつけるんだぞ。
よ。逃げるんだ、急げ。ノースを探せ、すぐに行く。出口よ、助かったのよ、アリス。動くな。伏せて。動いちゃダメ。殺さないでくれ。行きましょう。爆弾が爆発する、逃げるぞ。マーカス、手遅れだ。ノースのことはもう諦めろ。走れ！行け！今だ！鎮圧しろ！
で逃げるんだ。貨物室で爆弾が爆発しました。船が沈んでいます。全員脱出させろ。全隊員に次ぐ。全員至急船から脱出せよ。これで終わりじゃないぞ。Thank you.